皆さんこんにちは、ヤンマーアグリジャパン農機推進部の小倉です。今大注目の手実コーンとヤンマーのコーンヘッダーについて教えていただきたいと思います。はい、私ヤンマーアグリジャパン農機推進部でコンバインの担当をしております、渡瀬と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では渡瀬さん、早速なんですけど、はい、なぜ今手実コーンが注目されているんでしょうか。まあ、一つ目大きいのは、輸入穀物の価格が高騰しているといった理由があります。でこの他にもですね、大豆の連作障害を改善したいだとか、まあ、そういった地域さながらのですね、まあ、理由だとかもあって、いろいろまあ、あるという状況かなとは思っています。やっぱ農家の方としてもういきなりこう作付けしている作物っていうのを変えられるもんなんですかね。甲種農家の方でもですね、まあ、麦だとか大豆だとかをすでに作付けされている方に関しましては、その麦や大豆使っている葉種機だとかですね、まあ、他の作業機について、まあ、手実コーンで兼用ができるというメリットは一つ、まあ、あるかなと思います。また作付けするのにですね、労働投下時間が少ないというメリットがありまして、労働時間を抑えてですね、面積を広げるといったことは、まあ、できているといった情報は伺っています。先ほど連作障害がとかって言われてたと思うんですけど、それやっぱ土地の地力的なところでのメリットっていうのもあるんですか。茎だとか葉を、地中に、混ぜ込みますので、その結果、まあ、緑肥の効果として、土地の地力が、まあ、上がるといった試験データも、全国の中ではあると伺っています。ありがとうございます。よく手実コーンが増えてる背景っていうのが分かりました。ただ手実コーンを栽培するにあたって、まあ、課題というものも実はありまして、作業時間がですね、まあ、短いとは言ったんですけれども、まあ、地域によっては、そこに長い短いがあったり、まあ、収量が悪くなるといったケースもあるので、収量をアップするための、まあ、工夫といったものをしていく必要がありますね。そんな生産者の方の課題を解決するいいヤンマー一押しの商品かなんかってあったりしますか。ありがとうございます。汎用コンバインに取り付けて手実コーンを収穫するためのコーンヘッダーと、コーンヘッダー、はい、いう商品があるんです。これがもう収量を上げるためには必須のアタッチメントと考えていただいてもいいかな。試験運だとかを繰り返して世に投入したわけなんですけれども、投覆している手実コーンもですね、それを起こしながら、収穫していってくれるので、まあ、リールヘッダーじゃ起こしきれない投覆、これをコーンヘッダーは、起こしていって収穫することができると。ロスがかなり改善されるかなと。具体的にどんな形状のどんな商品になりますか。コーンヘッダーはですね、上管上刈りで、刈り取るアタッチメントになります。なるほど。リールヘッダーの場合は、茎か、葉っぱも実も全部、汎用コンバインの中に取り込んでいきます。脱穀部分の中に実以外のですね、強雑物が入ることによって、まあ、選別としては、まあ、少し葉っぱが入ったりと茎が入ったりというそういうケースがあるんですけれども、コーンヘッダーに関しては上刈りした後にですね、ヘッダーの部分でですね、もう茎と葉っぱを下に落として、俵だけを脱穀部に運ぶということです。ですので、まあ、脱穀部に入っていくものがその時点で違うので、強雑物が少なくなるっていうのは分かると思いますし、脱穀部に入る量が、物としての量が減るんで、脱穀部での負荷っていうのも、まあ、少なくなるということで、まあ、負荷が減ることで車速を落とすことなく作業することができますし、まあ、その分燃料の消費も減ることになるかなと思うので、本当にコーンヘッダーのメリットっていうのはそのロスを減らす、はい、選別を良くする、燃料消費を減らす、で作業速度を一定に保つと。なるほど。一定のメリット。さらにですよ、さらに、はい、リールヘッダーの時はですね、リールの高さと刈り取り部のプラットフォームっていう高さを、まあ、両方の高さを調節、コーンヘッダーに関しては、コーンヘッダーの高さだけを調節してあげれば、もうあとはハンドル操作はに集中することができるんで非常に楽になると。そんな、まあ、コーンヘッダーまだまだ
なんか紹介したいこととかあれば。我々ヤンマーはですね、70馬力と115馬力の二型式にこのコンヘッダーを設定してます。このコンヘッダーの選択肢があるというのも一つアピールポイントなんじゃないかなと思ってます。コンヘッダーのお値段って、まあ、価格はそれぞれ違うんですけれども、まあ、おおむね税抜きで150万円前後の価格になっております。本機そのものがですね、はい、そうそう、本機ですごい値段が、まあ、価格が高いんで、まあ、それに比べるとそのコーンヘッダーの価格っていうのは非常にあのリーズナブルなのかなというふうには思っています。ただもう本機を持たれてて史実コーンやりたいって方がいましたら、もうそれはコーンヘッダーをつけないとなんかすごくもったいない、本機の性能を生かしきれてないような、そういうところになるんですかね。ですね。やっぱり史実コーンはコーンヘッダーですね。そうですね。ありがとうございました。史実コーンの収量を上げるとか、なんか箸の精度を上げるとか、管理作業を楽にするっていった作業全体のところでもっといい商品あったんじゃないですかね。そうですね。あの私の担当している輸入作業機の中でも、まあ史実コーンされるのに、まあ、ぴったりな商品というのは確かにあります。うん、ただまあちょっとこう動画の尺的には、はい、ちょっと収まりきらないんで、じゃあそれはもうこう第2弾で、なんだ、それやりましょうか。じゃあやりましょうか、やりましょうか、やっちゃいましょうか。じゃあもう一旦、じゃあ第1弾は史実コーンの紹介とコーンヘッダーですね、渡瀬さんのコーンヘッダーのご説明というところで、じゃあ渡瀬さん最後にいつものお決まり の、 あのフレーズがあるんです、ね、ちょっとやっていただいてもいいですか。じゃあカメラに向かって渡瀬さんお願いします。はい、それでは皆さん、ヤンマーのコーンヘッダーとコンバインで収穫作業を変えていきましょう。 A sustainable future. Yanmar.